ダートかこれ。あ、なんもねえな、ここ。お、どうした？おー、旅人さん、ハイラル牧場へようこそ。ここで馬を貸し取るんだが、今はそれどころじゃなくての。大事な馬が一頭帰ってこないんじゃ。いつもなら牧場の西の方を駆け回ってるんじゃが、また戻らん。家族で探したが見つからなくての。旅人さん、うちの馬を見かけたらこの牧場まで連れてきてくれんかの。馬？こんにちは。馬が一頭いなくなってあちこち探したんだけど見つからないんです。それが俺の馬になるってこと？俺っていうか、私の。みんな馬の話だ。心配なんだろ、そんなに。どうした？懐いて。懐かれてるな。西って言ってたな。あ、そこになんかあるじゃん。よいしょと。あったあった。西を駆け回っとるって言ったけど、どこだ？さっきまで西にいたんだけどな。この複雑なとこにいたりするの？もっと西かな。鳥か。なんか黄色いの見えたと思ったけど。でもここより西はさっきのエリアなんだよな。上行ってみるか。柵で囲われた。この段差とか、いや、これかかりこ村か。これかかりこ村ですね。え、俺見逃したかな。このエリアにいるかな。え、どこにいるんだろう、野郎。西って言ってたよな。西ってこっちだもんね。駆け回っとるって言ってたが、この複雑なエリアにいるのかな。あ、やべ、気づかれた。よしよしよし、よくやった。いけ。あー、クソ、惜しい。これが楽なんだよな。早くはないけど楽なんだよ。多分早いの剣士で殴る方なんだけどな。なんかあるな、あれ絶対。寄り道に寄り道を重ねて、寄り道が加速するぜ。あぶね。順調に回収はできて。あれ、スムジアいる。このとこにいたんだ。あれ、これかかりこの下じゃん。来てなかったのか、これ。結構ね、スムージーは作ってるので、あとどのくらいだったっけ？レシピ結構作ったんだよな。食材が2つだけだから、通り数が決まってるから、大して大変じゃなかったから、録画外で昨日バカ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 って作りまくったんだけど、こっちか。これ見ればいいや。
ああ、違う。帰らないわ。牧場の日誌を駆け回ってる。ああ、キンドナッツに追加で残り6個。今ある材料だけで足りんじゃないかな。まず起点の1個やれば作ってないレシピは表示されるから。適当に素材が多いやつを選択しつつやっていけば新しいレシピは解禁できる。まあ、レシピ作って売ればそれだけで金には一応なるしね。10ルピー、まあ、素材がタダじゃないっていうのは抜いて、素材をタダだと換算して、10ルピーで作って、それでも25とか45とかで売れるから、一応お金稼ぎには全然なる。まあ、アミーボで1日3回限定とはいえ、素材は出せるしね。まとまった数。最近はあんまりやってないけど。昆布とかってどこで手に入るんだろうな。まだアミーボでしか出してない気がする。あー、じゃあマンゴーで。微妙なのもレシピ換算されんのかな。あ、もう揃ったのか。ブラボーだっぴー、お客さんにお願いしてよかったっぴー。これだけレシピがあれば簡単に飽きられることはないはずだっぴー。あなたには頭が上がらないっぴー。前に上げたレンズをパワーアップさせるっぴー。見渡しグラスを手に入れた。物を壊したときや魔物を倒したときにスムージーの素材や魔物の意志が出やすくなる。オンニキルッピー、あんたうちで視点を出すと一品。絶対いい店長になってスムージーで天下を取れるっぴよ。いやー、やり手すぎてうちの店の売り上げが危なくなるかもしれないっぴ。あ、今の話は聞かなかったということで、ぜひまたのご来店お待ちしていますっぴ。あ、もうレシピの依頼なくなったのか。なんだ、レシピ探すの結構楽しかったのに。駆け回ってる。この辺ぐる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 回ってるとこあるかな。この辺見て回った。あれ、この通りは見てないのか。びっくりした。あのツヤツヤ感が昆布に見えたけど、あれただの雑草だよな。これ俺がたまたま馬に会ってないだけ？それともまだ馬のいるエリアに俺が到達してないのかな？いた。あれ？さっきいなかったよね、君。こんにちは。乗れる。馬に近づいて A で乗り L で移動。進行方向と逆に倒せば止まります。降りるときは B。君。君もしかしてジャンプできない？行きますわよ。よしよしよし。ダッシュ中は勝手にジャンプとかあんのかな。ダッシュって一定時間か。あー、これ勝手にジャンプだな。よいしょ、連れてきたぞ。ちょ、懐いてる懐いてる。おお、うちの馬じゃ。ありがとう、旅人さん。本当に助かったよ。ハマってたけどな、水に。まさかそんなところにおったとは。あんたはわしとこいつの恩人じゃ。旅人さん、あんたが良ければいつでもタダで馬を貸そう。馬に乗れば遠くまで早く行けるでな。旅にはおすすめなんじゃ。好きな馬を選んで乗っておくれ。ああ、もう好きなのを選べるんだ。こいつがそうなのかなと思ったけど。どれでもいいんだ。性能変わんないのかな。
じゃあこいつに乗りたい。こいつに、これ。なんか売ってる？ショップなのかなこれって。あ、なんかキラキラしてる。オルゴールだ。ああ、その後オルゴールが気になるかい？とても綺麗な音色でね、フラッグレースの景品にしてるんだ。フラッグレースはうちの牧場で開催してるレースでね、旅人さんも自分の馬を持っていたらぜひチャレンジしておくれ。自分の馬。フレッシュミルクか。素材って結構高いんだよな。の割にお金稼ぎが全然充実してないので、まだ。まあ言ってどんぐりで一応倍々で増やせるっちゃ増やせるか。10ルピーずつは増やせんだけど、誰に話しかけたらそのフラッグレース始まるの？じいさんか？あ、教えて。馬を走らせたまま低めの段差に近づくとジャンプするよ。牧場の囲いで試せるからやってみて。それはもう体験した。フラッグレースとかやってる？別にそういうのないのか。そのか、去る方からの預かり馬で貸せないんだ。すまんが他の馬を選んでおくれ。あー、これじゃあ俺の馬っすね。じゃあお前でいいや。なるほど。今の状態、指名手配されてる状態のゼルダは自分の馬を所有してない扱いなのか。そこ行ってみるか。その森に、森っていうか木に囲まれたエリア。確か裏世界、神虎の裏世界では少年がいたとこだよね、これ。うわー、やべ。あ、これ当たってない、大丈夫。1個増えたー。痛い。これ、ピーハットと最初に戦うとこなのかな。なんか、南の村のじいさんが、この辺で見たみたいなこと言ってたやつかな。よし、じゃあ、馬借りたし本編行きます？ここ行きたいな、俺。これ多分ね、カラクリの場所だと思うんだよね。で、神々のトライフォースだと魔女の家があった場所かな。そこ行こうかな。ここ行った後に、このゾーラの話、行こうか。だから道なりに進んで、橋渡った後にもっと上に北上すれば、行ける？まあ、神虎やってるから、神虎のマップの情報が頭にあれば、何があったかはちょっとわかるよね。この橋の下とかってさ、空き瓶くれるおじさんいたよね、確か。ひったくりの鳥に注意。うん、クローラーだな。あったね、こんなエリア。ルピーあるけど、まあいいや。よしよし、ムシムシ。ひったくりの鳥ってこいつらか。よし、ムシムシ。おや？なんか知らない色のやついるね。やばいな。いって。ミスったから、まあいいや。後ろから卑怯な。時間がない、はめろ。あ、解除された。オッケー、エネルギー使い切っちゃった。レベル 2？ 剣モリブリンレベル2。赤じゃないんだ。いい盾といい剣持ってるな、こいつ。魔物石。なんでこんなものを5章大事に？関所みたいなことしてたのかな、これ。こんな高低差あったっけ、この場所。レベル2いる。ムシムシ
エリア的には同じ場所っぽいけど、こんな複雑だったかな。いやー、ちょっと場所ずれてんのか。あれ、魔女の家ってこのエリア上行ってすぐ右とかだったから、こことかかな。なんか同じような柵があったような気がする。あ、ここだった気もするなー。まあいいや。開いてないのか、これ。外出中だ。なんだ、会えると思ったのに。とりあえずメインミッションこなさないとダメなのかな。うわー、ある。どうしよう。お前、いつまでついてくるんだ。やべ、死ぬ。さっき作った大量のスムージーで回復しなきゃ。ナイスナイスナイス。オッケー。こうして一旦消す。あ、そっちからでもいけたな。よし。力のかけら。一個取れば全回復なんだね。まあ、ここマーキングできただけよしとするか。行こう。オッケー。どこまで戻ればいいんだ、これ。ここか。あれ、神虎のマップってここまであったっけ？覚えてないな。これがギリ端っことかだった気がするんだよな。なんかこのエリアぐらいまでだったから、あれ？なんかもうわかんねえや。なんかゾーラの里みたいなのがあったんだけど、このエリアの、魔女の家の先が確かそういうエリアがあったはずなんだけどな。あれ、こっちってなんか神殿があったんじゃなかったっけ？覚えてねえな。多少覚えてたりマップ見直したりしてるからわかるけど、その辺はあんま見てねえや。一番最初に行った神殿でサハスラーラじゃっつって言われるんだけどな。東の神殿、ハイラル町海辺の村。東の神殿、やっぱそうだな。あそこなんかある。ここだ。あれ、馬消えた。あ、それそれそれ。こんなんだった、こんなんだった。確か左の方から俺侵入した気がするんだよな。降りまーす、降りまーす。あ、今回も5つなのか。あー、こんな出入り口だったわ。嘘だろ、馬さん。行っちゃダメー！行っちゃダメー！危なあ。あったね、あんなの。間違えた。違う違う違う。なんで上押しちゃうんだろうな。あれか。上ってさ、ゾナウの能力切り替えたりするときに使うボタンだから押しちゃうんだ。シーカーストーンの能力とかゾナウの能力って、そこで押すもんな。やべ、あんなところに。え、消えたんだけど。早いとこやってほしいんだけどな。硬くない？
オッケーオッケー、やった。先に回収しよう。やりもり2。ああ、図鑑は見たかったな。どうしよう、この場所普通に脱出できない。やりもり2。絶え間なく槍を投げ相手を近寄らせない。弧を描く槍は遠くの相手にまで届く。あれだな、紙トラって裏世界のワップもあるから余計混乱するんだな。裏世界この辺器具が生い茂ってたと思うんだけど、これ行っていいのか。ちょ、馬マジ、あーこんなんあった気がするわ。うわー、びっくりした。どうした、驚かせて悪かったね。俺は考古学者のソテツ。君もこの神殿に用があるのかい。中に入るのはやめた方がいいよ。変な魔物が住んでるみたいでね。この間調査のために入り口に入ったら誰もいないのに見事で声がしたんだ。おーい、僕と遊ぼうよ。そうそう、こんな声だったな。え？あー、やだやだ、フレンドリーだけど絶対魔物だよ。ああ、神殿の調査のためにもどこか別の場所に行ってくれないかな。なんかさ、裏世界でさ、なんか木のとこ行ったら後ろになんかついてくるやつい、いなかったっけ。うわぁ、マジか。これって聞く？聞くんだ。帯電してるけど、これは、スパーク。壁に沿って動き回る不思議な魔物、電気をまとっており触れるとしぶれてしまう。痛いかな。あ、痛くはない。なんだあれは。あ、やばい、ちょ。いやー、なんこれ、収納装置。危ないこれ。よいしょと。収納装置っぽいな。これ俺の自前のスパークとかぶち込んでも開いたのかな。試してみるか。もう後ろの方にいるんだよな。いって、でそういや、俺にはシンクあったから、あのどんぐりもうまくやればこんな簡単だったのか。あ、いいんだ、登るんだ。あ、閉じ込めちゃった。はまってるね。はまっちゃったね。あ、入った。あ、コスト2か、これ。あ、いけるあり、それ。ちょっと届か。え、これどうしたらいいんだ。いや、これじゃなくて、
こうして、ここに、スパークいう、もう、どうしちゃったよ、あいつ、使ってるから。これで入るだろ。OK。50。お金1000増えてるからさ、1000増えてる、1000超えてるからさ、入れんのありなんだよ。うわぁ。あ、違うのロックしちゃった。あー、助けてやばい、やばいやばいやばい。1000超えてるから、アイテム買いたいって話をしたいんだが。危ない危ない、これ危ない、危ねえ。店の装備アイテム買いたいけど、装備アイテム高いんだよな。あ、これはそこ回るんだ。これダメージ受けてるのか？なんか麻痺してるだけに見えるな。あ、いてー。うわ、そういうことする。これダメージ受けてる俺。受けてなくね？行動を抑制するためだけの魔物なのかな。危ない、危ねえ。最下層来たけど、やばい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 って。ボスじゃん。